さん、こんばんは。私2週間前は、もうコロナになって、家に待機することになりました。その2週間は2週間ですね、10日ぐらいの、毎日を、もう安らかに過ごしました。その時はやっぱり熱が出る時は、寝れないですね。もう実はしっかり休んでくださいと、病院の先生に言われても休めないなという感じで、といろいろものが思い出して混乱しましたんですね。夜はいろいろ、もう浮かんできて、はい、いろいろ考えました。その時もなんか自分進学にいた時のいろいろ人生の課題とか、私自分に対して大きな課題のものを思い出したんですね。この一つは今日、皆さんと分かち合いたい課題です。この憐れみというものです。憐れみ、憐れみはどういう意味でしょうか。 Mercy、 英語は Mercy の方ですね。 Mercy、 Have mercy on me。 Mercy は憐れみというものです。私前は、私の神学院の先生に言われたことあるんですね。あなたは随分、義が分かってます。神様は義の神様と愛の神様でしょう。同時に義と愛ある神様は私たちの神様ですね。私の先生たちの、あれなんですか、私に対するその評判が、義は随分分かってる人です、でも憐れみはあまり分かんないでしょうと。なぜというと、私もだいぶ、先輩になったらもう先輩後輩の関係あるんじゃないですか。進学院に入っても一緒、まあ普通の学校と一緒ですね。やっぱり先輩は後輩たちのお世話にしなければならないと、管理しなければならないことが多いんで、しかもすっごい几帳面でっていうか、もう厳しいですね。厳しい方、何でもかんでもやっぱり報告するかとか、命令するような感じかな、よく分かんないけど、でもすごい厳しかったですね。間違ってるものを、まあ、間違ってこれは間違えましたとか、先生に報告するとか、こういうものをするんですね。ある日が私の、牧会カウンセリングの先生が私に言いました。あなたはもう義は随分分かってますね、でも憐れみの方をもうちょっと勉強しませんかという感じで、はい。しかも今回病気になった時も、急にこの先生と私会話するシーンが、寝ているかどうか分かんないけど、なんか思い出したんですね。ですからこの憐れみの課題をもう一回、しっかり、まあ、病気治った後もしっかり、聖書の中に探して、やっぱりもう一回確認したいと、という気持ちで今回のこの課題を皆さんと一緒に分かち合いたいです。ルカの福音書の6章31から、36節。これは実はイエス様の教えですね。三条の水軍は随分有名で、マタイの福音書5から7章のもので、ですからこの箇所は実は、平地の説教と言われて、ルカの福音書の6章17、から49節、実はなんかに、比べて読むとなんか似ているものと、はい、というなんか似ている説教だと考えとけけれども、でもなぜ一つは三条一つは平地とか、新学生なら悩んでるかもしれません。でもこれは重要なものじゃないですね。とりあえずイエス様の教えです、はい。今日はそのいろいろの教えの中に憐れみのところだけ一緒に、見に行きましょう。憐れみ、日本語の意味ですね。これは、大事善か大事泉かのデジタルバージョンから、大事善でしょうか、大事林じゃないですか、これ日本の辞書デジタル版の方ですね。憐れみはどういう意味でしょうか。憐れみはかわいそうに思う心、慈悲と同情という意味ですね。でも私これを見て、今日の聖書箇所を読んだら、やっぱり、
聖書を教えてくださった憐れみは日本語のこの意味より、難しいなと思います、はい、一緒に読みましょうか。日本語の一般の意味より意味がある言葉と思います、はい、とまず31節、はい、どうぞどうせーの。人から知ってもらいたいと望む通りに人にしなさい。これは最初はこのように言いますね。人にしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。はい、続いて3つの 例を出しました。主様はこの3つの例を出しました、読めるかな。聖書を持っている人たちは聖書で読んでもいいんですけど、一緒に読みましょうか。その1は、せーの。自分を愛してくださる者たちを愛したとしても、あなた方どんな恵みあるでしょう。罪人たちにも自分を愛してくれる者たちを愛しています。2、自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちも同じことをしています。3、返してもらうつもりで人を貸したとしても、あんたがどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じ、返してもらったつもりで人たちに貸しています。これ3つの比べてみると分かるかな。このようにはクリアに、イエス様が出してくれたこの例をクリアに読めると思います。はい、続いて、せーの。しかしあんた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに返してなさい。そうすればあなた方は受ける報いが多く、あなた方は人高きの子どもになります。人高き方は悪人ある憐れみがあります。はい、最後、一番大事な一節はここにあります。せーの。あんた方の父が憐れみ深いように、あんた方にも憐れみ深いになりなさい。はい、はい、この聖書箇所ですね。じゃあ最後はその憐れみ深いという言葉が出てきました。それをまとめですね。この前の教えも全部実は憐れみという言葉について、イエス様がこのように教えましたという感じで、はい、あ、大体なんか聖書の教えは課題先に出して例を出すんですよね。これはなんか逆の感じで、まず先にこれしなさい、あれをしなさい、最後はこれは憐れみですという感じです。はい、ですか、これは憐れみ、随分簡単にイエス様がまとめてくださったんですね。ですからイエス様が言った憐れみはただのかわいそうの気持ちじゃないでしょうと、ここから分かります。イエス様が言った憐れみはどういう感じかな。まず罪人じゃ簡単できなさそうなものです。罪人はさっき 1,2,3 も例も出してましたんですね。お金を貸して返すべきだというものを、もう一回読みましょうか。さっきのところ、あ、ここですね。愛した人たちに私たちも愛すことはできるでしょう。それは確かに簡単にできる。罪人もできます。人を良いことをしてくれたものに私たちもこの簡単にやり返すことはできるでしょう、うん、3、返した、貸し借りのものもしっかり返すことができる。それも実は罪人もできるんですね。でもイエス様が言った憐れみはその簡単に罪人じゃできなさそうなものですね。2つ目は2ウェイの方ですね。双方向的な感情ではないの感じ。罪人はもらってから返す、それを双方向でしょ、うん、一方的じゃない、双方向にできるものですね。ですからイエス様が言った憐れみは多分この2way のものじゃないです。 2way のものじゃない、貸し返すじゃない、益と損を全く頭の中に ないみたいですね。イエス様の頭の中にそれ貸し返すものとは、まあ、考えしづらいの感じ。かわいそうな気持ちではない、かわいそうな気持ちじゃない、同情とか気の毒じゃない、憐れみ
憐れにふさわしいとか恩知らず相手にやるものです。憐れにふさわしくないとか、すいません、ちょっとなんかずれてましたんですね。あ、ないはちょっと前に移動する方が合ってます、すいません。憐れにふさわしくない相手に、恩を知らず相手にの方が正しいですね、すいません、ちょっと私のミスで。恩を知らず相手に憐れむのはやりやすいんですか？やりにくいかもしれませんですね。でも、考えたらやっぱり多分自分親子ならできそうな感じかな。はい、そうです。イエス様も同じように言いました。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方にも憐れみ深くなりなさい。英語はこういう言葉あるんですね。 Like father, like son。 Like father, like son はなんかパパに父にの方の感じですね。お父さんと同じ、お父さんと似ているのようになるべきでしょう、私たちは、ですから、ユウ様がもうこの憐れみは一番、強調、衝撃、私たちに衝撃ある方法で教えてくれました。それは十字架の愛ですね。十字架の愛、罪人を憐れんでくださること、私たちはまだまだ自分の罪を知らない時にもイエス様もすでに死んでくださること、恩を知らず人たちに、今もまだまだ恩を知らず人たちが多いじゃないですか。イエス様を、救い主を認めてくれない人たちが多いんでしょう。相手は恩返せない、一方的に与えるの方が憐れみです、一方的に与えるの方は憐れみです。ただのかわいそうじゃないですね、イエス様はこの十字架の愛はもう本当に私たち想像、一般の知識の、日本語の知識のレベルの憐れみじゃないですね。それ以上の愛がある。それはイエス様が言ってくれた、教えてくれたの憐れみです。ローマの、ローマ人への 手紙5章7から8節はこのように書いてあります。一緒に読みましょうか。せーの。正しい人のためにあっても死ぬことはいりません。善良なのに進んで死ぬ かもしれません。しかし私たちがまた罪であったとき、キリストが私たちに死なれたにあって、つまりは私たちに対すること、自分を愛す明らかにしてもらいます。アメン。はい、これはアメンです。そうです、これはイエス様の一番最高な憐れみです。最高な愛、ふさわしい私たちにこういうこのように愛してくださることは、これは一番、私たち人間は想像できないの憐れみですね。はい、だからどうせ返せない、イエス様の愛はもう大きすぎてもう返せない、じゃあ一方的にいただきままで OK ですかという感じが時々私たちは考えなければならないですね。でもこれが違うと思います。イエス様も実は教えてくださったんですね。マタイの福音書25章の40節からのところがいくつ書いてあるんですけど、私ちょっとまとめましたんですね。これはイエス様がまた、イエス様は今世から、今天国にいますね。また戻ってくるでしょう。戻ってきた時の大審判の時はこのようにしますということを、そのマタイの福音書25章の中に、イエス様の大審判はどのようにやってくれる、どのように実行するのはもう書いてあります。ここは書いてあるのは、一緒に読みましょうか。 この箇所、まあ、ちょっとまとめましたけど、はい、せーの。人の子はその栄光を呼び、すべての御使いたちを止まってくるとき、その栄光の座につきます。あなた方は私空腹であったときに食べたいものあって、乾いたものを飲ませ、旅人あったときをよかして、私が裸のとき服を着せ、病気をしたとき見舞い、牢にいることをすると王は彼に答えました。誠にあなたに言います、
あなた方は私の兄弟たち、いつも主催の人たちに私にしたのです。はい、私たちが同じイエス様と同じように、さっきと教えてくれた私たちの父は憐れみ深い人、私たちも同じように憐れみ深いしなければならないです。だからイエス様にその恩返しの同じようにやれないじゃないですか。イエス様は今は世にいないから、じゃあ私たちの兄弟の一番小さいものにやってあげたら、それもイエス様にすると同じようにイエス様はそのように考えています。ですからもう一方的いただきはできないですね、うん、誰に同じ、憐れみ深いこのその憐れみを人にしなければならないです。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方にも あなた方も憐れみ深いになりなさいと。はい、あとその後はこのようにイエス様も書いてありますね。これは6章の38節、これは一緒に言いましょうか。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。つまり語り、ひすれたしたり、盛り上がったり、気がなく測って心に来てもらいます。あなた方が測るそうに測りで、あなた方も測り返してもらえるです。アメン。はい、それ以外できない人は同じような測り物をあなたを測るんです。それもなんか傾向みたいなものですね。ですからイエス様と同じように、私たちの父なる神様と同じように憐れみ深い深くしなければ なりませんということがあります。私も今はもう、まあ、日本に来て8年も過ぎましたんですね。やっぱりいろいろ振り向かえて、昔のこと、昔の自分のいろいろ考えて、今は完璧に憐れみ深い人とは言えないかもしれませんけど、でも前のなんか、前のその若まま青臭いの自分と比べたら随分良くなりましたかなと考えてますと考えてますおかしいけど、なんか変な日本語ごめんなさい、多分、だいぶ成長しましたという感じがしましたけど、でもやっぱり私たち人間は罪人ですね。時々ふさわしくない人を憐れむというのはなかなか難しいですね。でもイエス様がこのように愛してくださって、私たち実はふさわしくないままでそのイエス様の愛と恩をいただいているんですね。私たちは人を悩むか憎むとか、そういう権利は嫌うとか、それ権利はなさそうないかな。ですから頑張りましょう、難しいから頑張りましょう。はい、イエス様と同じように憐れみ深い深くなりましょう。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くなりなさい。人を憐れまないときは、まずイエス様の顔を思い出してください。私たちじゃできない、私の力では絶対無理です。でももっと自分のお父さんと似てるようになるために、私たちの天の地なる お父さんのその性格、その顔、その表情と招きましょう。できない、でも頑張ります。一緒に頑張りましょう。はい、祈ります。天の地の神様、本当にあなたは憐れみ深い神様です。私たちのために本当に愛してくださって、イエス様が私たちのために十字架に死んでくださることも本当に感謝します。私たちはふさわしくないものです。本当に汚い罪人でも、私たちがイエス様が知らない前にもイエス様も死んでくださることを本当に感謝します。私たち一人一人、世の中にみんな一人一人をイエス様を死んでくださって愛してます。私たちも本当にこの恩をいただいて感謝します。恩を知らずような人たちはならないように、イエス様と同じように憐れみ深い人になります。どうぞ神様導いてください、力を与えてください、教えてください。感謝します。様の皆よって祈ります。アメン。